4回転はどうか。4回転サルコー、決めた、決まりました。素晴らしい出来栄え。Шекспира, Ромео и Джульетта звучит в обрамлении этой произвольной программы. Ну все хорошо. Посылай мне. この4回転によってまだ可能性を楽しみにすることができますね。 154.90 紀平梨花の得点です。 154.90 のフリー、トータル 234.24。 この瞬間、今年の全日本選手